平成28年4月16日の大地震で大きな被害があった阿蘇市。地震から4日が経ち、市民レベルで支援の輪が広がっています。阿蘇市黒川の阿蘇小学校の体育館では、避難しているお年寄りの方をマッサージする女性の姿がありました。デイサービスでいつもやってるおじいちゃんおばあちゃんの、ちょっと無事かどうかも気になって、ちょっと体育館を回ってみました。やっぱり顔を見て安心したのと、はい、やっぱりずっと一日座りっぱなしの方が多いので、ちょっとでも少し楽になってもらえればと思ってやってみました。もう心の底からですね、ありがたいな、嬉しいなと思って、ないし体に涙でいっぱいです。一宮町にある阿蘇神社近くの門前町商店街では、門前町支援広場が設けられ、支援物資の配布や4月19日までは地元の女性たちによって炊き出しが行われていました。いや、赤ちゃんのミルクとか水とか、今水初めてもらったんだけど、缶詰のほら、なんかね、缶詰とかね、よかったです、はいはい、地震あって、じゃあとりあえず飯の準備をまず自分たちでやろうってしてたところに、いろんな仲間からこういう物資を送って持ってきてもらって、じゃあせっかくなんで、もう皆さんみんな被災者なんで、みんなにこう困ってる人のなんかちょっとでも助けになればなと思って、やっぱドヨンってなってる人が多いと思うけど、ここに行ったらなんか元気になったって言ってくれたら嬉しいな。内の巻鳴川の酒店千代の屋では、阿蘇青年会議所による支援物資の配布が20日に行われ、内の巻のアート地では内の巻温泉繁栄会による支援物資の配布や炊き出しが行われています。また西町の三幸久保田建機阿蘇営業所でも、職員によるおむつやトイレットペーパーなどの配布も行われていました。他にも西町の観光農園果実の国カップルズでは、被災された方に元気になってもらおうと、いちご狩りの無料開放があり、内の巻の大倉亭では唐揚げとおにぎりの無料配布がありました。それぞれの方法で阿蘇市では支援の輪が広がっています。